皆さんこんにちは。韓国のプロトを全世界に紹介しているリプンガクと申します。今日はキコリというタイトルの歌で最高の人気を集めているカシュパクグルンを紹介します。まずは彼の歌を聴いてから話すことにしましょう。巨匠、作曲家、パクヒョンジンの息子です。幼い頃から音楽の一家で育てられ、その影響を受けたようです。彼のお父さんは、前回に私が紹介した、歌手パクサンチョルの歌、ムジュイコン無条件を作曲した、その人です。ファンジに、モンソンハ・ヨンジョン、メパクジャなど、ものすごい数々の曲を作り、たくさんの歌手たちが彼の曲ですごい人気を得られました。彼の兄貴もまた、数えきれないほど人気ドラマのゴーストを作曲した音楽の監督です。カシュパクグルンは高校時代に演劇部でミュージカルを習い、学校祝祭時に演技をしながら才能を発揮しました。大学時代に音楽への熱情を持って音楽理論を勉強しているうちに歌手という夢を抱くようになり、2007年10月、マランマランという曲でデビューしたものの注目はされなか
ったです。その後2010年発表されたセカンドアルバムの収録曲プ・ニゴがたくさんの人たちから愛され、その年カラオケで人気ナンバーワンの曲になったのです。それだけではなく、このプ・ニゴは韓国の大統領選挙運動で一番たくさん使われ、2012年度著作権使用料の収入の部3位という記録を達成しました。さらに放送専門チャンネル iNetTV では司会者として、地上波放送とケーブルテレビではリポーターとしても活躍しています。今日私が彼のたくさんの歌の中でキコリという曲を紹介する理由は、この曲もやはり歌詞がとっても興味深いからです。昨年 2018MBC 放送局火曜ベスト大祭典型 POP トロットアワット年末受賞式で、この曲でベスト歌手賞を受賞しました。この曲は歌いやすく軽快なリズムで中毒性あるメロディーと歌詞を持っているからです。私はあなたの愛のキコリ、10回打って倒れなかったら100回、1000回でも打ちられる、そばにあなたさえいてくれたら何でもできると始まる歌詞のこの曲は、地域の祝祭だけではなく結婚式の祝い歌としてもたくさん使われています。まずこの歌の歌詞を紹介する前に、韓国の昔話の一つを紹介した方がいいと思います。昔、その昔、ある村にお母さんと一緒にキコリが住んでいました。ある日、キコリが山の中で一生懸命に木を切っているところに、漁師から追われている鹿が一匹逃げてきては彼に助けを求めました。言葉を話せる鹿に驚きましたが、かわいそうに思い、キコリは切って積んでおいた木の裏に鹿を隠して漁師から助けてあげました。無事に命を助かった鹿は、キコリに恩返しとして天女たちがお風呂しにこの山に来ることとその位置まで教えてくれたんです。それから彼女たちは、着物がないと故郷に戻れなくなるから、お風呂に入ってる間に天女の着物を隠してしまえばその天女と結婚できるだろうとも言ってくれました。ただし絶対に子供を3人産むまでは着物を返してあげてはならないと言いつけました。鹿から伝えられたことを物珍しいと思ったキコリは、ある日教えてもらった場所へ行きます。そこには本当に天女たちが風呂に入っていました。それを見たキコリは天女の着物を隠しました。湯上がりの天女一人が着物を見つけられなくて泣いている時、キコリは彼女を慰め自分の家に連れてきて、その天女と結婚をしました。何年が過ぎ、二人の間には子供が二人できました。そんな中のある日、天女はキコリが着物を隠してたことを知り、返してほしいとお願いしました。彼は鹿に言われた注意をうっかりして天女に着物を渡したのです。天女は真っ先に着物を着るや、今や二人の子供を連れて故郷へと帰ってしまいました。去っていった天女のことが恋しくて、泣いてるキコリのところに鹿が再び訪ねてきました。天女たちが風呂に入ってた場所に行って待っていれば、空から投げつるべが降りてくるから、それに乗っかって上がっていくと家内と子供たちに会えると教えてくれました。鹿の教え通りにしてキコリは家族に会えました。しかし家に残してきたお母さんのことが心配になり、一緒に家へ帰ろうと家内に言います。家内は一緒には行けないから、一人でお母さんに会ってきてねと言いながら、自由に地上のお家に行ってこれる馬をキコリにくれました。ただし、どんなことがあっても馬から降りてはいけないよ、と固く注意されたのです。その馬に乗って降りてきたキコリはお母さんに会えました。お母さんは息子の好物、おしるこを作ってくれました。馬から降りられないキコリは乗ったままそれを食べようとしたところ、熱いおしるこを馬の背中に垂らしてしまい、びっくりして飛び上がった馬から落ちてしまいます。それから天女家内のところには戻れなくなり、毎日を涙で過ごしながら死んでしまったという物語です。この話は韓国人なら知らない人はいないほど、その昔から伝えられてきたものです。そうです。
この話をモチーフにして、キコリというこの曲が誕生しました。この歌詞の内容はどんなに大きい木でも切って、切って、切っていけば倒せるということわざを引用し、100回でも1000回でも愛の告白をして受け入れてもらい、結婚もして愛し合いながら信用し合えば、どんな辛いことにも負けないという内容です。そして一杯愛し合って相手の人生を楽しくさせてあげたいと言ってます。自分の愛を受け入れてくれない女が振り向いてくれるまで、キコリガキを倒す心境で自分は愛のキコリになるよという内容です。本当に歌詞が面白いでしょ。もちろん現実と離れたようにも見えます。今の時代では嫌がる相手をしつこく追っかけると警察に呼ばれます。そんなことにならないためには相手の気に入ってもらえるために努力するべきでしょう。この歌はそれを言っています。面倒くさく追っかけ回るのではなく、その人の心をもらい愛を叶えたいという内容です。皆様、あなたは誰かを愛していますか？だったらその人があなたに惚れるようにしてみてください。愛というのは相手が好むことをするのではなく、相手が嫌うことをしないことだそうです。今日この動画を視聴したすべての方々は、これから愛の木こりになってみてください。それでは私は次回にまた素晴らしい歌手と歌詞の内容を持ってまいります。また会えるまで幸せにしてね。この動画が気に入りましたら、評価のグッドとチャンネル登録お願いします。またね。